こんにちは今日はよろしくお願いいたしますこんにちはよろしくお願いいたしますはい。今日は元航空自衛隊幹部でいらっしゃいます北朝鮮は悪じゃないの著者でもある国際関係アナリストの鈴木英二さんをお招きしておりますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは早速質問なんですけど、ええ、鈴木さんのあのドリーム夢ですねこれをお話しいただけますでしょうか、はい あはい、まああの。夢っていうのは私、子供の頃からたくさん持っている方で、えー、大きなものから小さな夢までいろいろあります。か、ま、な、あ、ったものもあるし、かなうには程遠いものもあるんですけど、まずその中で一番大きな夢っていうことを今考えているのはですね、やはり私はあのこの人類っていうのはですね、やはりこのまあ、 戦争とかですね、そういうものからもう出してですね、やはりこう自然と共生していくというような必要があるというふうに考えています。まあ、特にですね、あのもうこのコロナとかですね、あの今のような情勢とか、あの、まあ、エイズとかいうような、こう、おまあ、そういうふうな、あの、 っていうのを見るとですね何かこの人間っていうのがこう自然の中からもう淘汰されてきてんじゃないかっていうようなちょっと危惧を抱いています、うん、まあ非常にそれ大きな話なんですけどもまあそういうようなことも含めてですねやはりその自然を破壊するようなことまあそれに基づくその戦争とかですね、うん、人類同士の殺し合いとかまあそういうものをですねやはりもうそろそろそこから脱却してやはりその 人類同士、また人類と自然と、こういったものとやはり共生していくというような世界を作るっていうのが、まあ、一番大きな私の夢ですなるほど、あのすごくね、うん、素晴らしい夢をお持ちだなと思いますけど、あのこれ具体的にこの目標とか計画っていうものが何か立てていらっしゃるんですか。まああのまあ、こういういものが一 意外に、まあ、こういう夢はですね、まあ、持ってる人たくさんいると思うんですけど、まあ、実際なかなかうまくいかないし、まあ、あの人間っていうものがもともと持つその業っていうものもあるわけで、うん、まあそのようなものをこういかにしていくかというようなものを考えた時にですねやはりまあその国際情勢とか国際関係っていう今の情勢をこう、まあ、よくあの見ていかなきゃいけないと思うんですけど、うん、一つは私あのヨーロッパですね ヨーロッパっていう国も、まあ、あの非常に長い間、あそこはまあ戦争して、ドイツ、フランス、イギリス、まあ、そういう歴史的にそういう争いの果てにです、ね、今この EU っていうような、まあ、共同体を作っていくっていうのにまあ至ったというようなところを、ですね、まあ、はりこういうものを参考に、やはりこれをだんだん広げて、まずはそのこのアジアですね、我々がいるアジア。 特にこの東アジアですか、あの今、非常にその朝鮮半島と日本の関係、中国と日本の関係っていうのは、まあ、よくないし、複雑なんですけど、まあ、このあたりが、ね、早く EU のような、まあ、共同体を作れるように形に持っていくというようなことが、一つの大きな目標じゃないかというふうに思ってますなるほど。このア、ねうん、アジアからも共同体をね 作っていきましょうっていう、うん、ことをねあの夢って、うん、計画としてねお持ちなんだなと思いましたけどこれあの具体的にはそこに至っていくためのこう活動っていうかそういうものはあのどんなことをされていらっしゃるんですかあのー、まあ私はそのもともとの肩書がその航空自衛隊っていうことで、えー、まあ 特にあの情報関係を扱うような仕事もしてたので非常にその軍事的な面でずっとそういう国々をまあ見てきてえまあそれに付ずいしてそのやはり社会体制というようなものをまあこう見てきて,きてまあそういうところにいろんなまああの壁があってなかなか今うまくいかないんですけれどもそもそもですねやはりその根源にあるその人類同士がその戦争に至るとかですねそういうものっていうのはやはりその 国益のぶつかり合いっていうことなんですねその国益のぶつかり合いっていうことは、やはりその一番大きなのは、例えばエネルギーの取り合い、まあ、これは第1次大戦、第2次大戦もそうですけど、結局はそのエネルギーの奪い合いというようなものがこういうことにつながっていくということをまあ考えた場合にです、ね、いかにそれぞれ、まず自分の国は自分の国でこのエネルギーを賄えるようなものがもし、 できたならばですね、これかなりの部分、私は国益のぶつかり合いというのがなくなってくるというふうにも思います。そうなると、社会体制とか思想的なものがもし違って、国家の体制が違ってても、ですね経済的にお互いがその共有できるんであれば、 ここれはつながることはできるととできいいう,うに思っています、まあ、そういう面でいけばですね、社会体制は違ったって、その経済的な面で、例えば貨幣の共有というようなこともできるわけで、うん、そういうようなところからこう、いかにですね、あのーまあ、お互いの壁を低くしていくかというようなところが、やはり私はあ一番実践として大事なところじゃないかと思ってます。なるほど、あのーまあ、今ね本当に 戦いがね絶えずにその価値基準とかあ,のあるいはあの体制だったりとか主義主張がぶつかり合ってねあの戦争になってしまうっていうこともあるし、まあ、それからあのそういうね地域ごとに偏在している資源を奪い合ってあの戦ってしまうということもあるわけですけれどもその戦いの根本原因っていうか、まあ、そういうところの ところでそのエネルギーというか、その資源の,この奪い合いをなくしていこうという、まあ、そういうあのイメージでいらっしゃるんでしょうかね。はい、まさにそうです。それで、例えばですね、まあ、あのまあ、引き慣れィよと、実は私の,あの家族。 もうその第一次産業に今、携わってるんですけども、やはりですね第一次産業っていうものを、今一度やはりよく見直していく、もっともっとですねここに私はやはりそのエネルギーとか投資とかそういうものをつい込んでいって、ですね今の若い人もどんどんまあそういう第一次産業に今今一度ですねまあよくその傾注していただきたい。 いいう思いがありますそれによって地方も活性化するというのもありますしそういうことによってですね例えばこういうコロナの情勢があったりしてもですね、うん、自分で自分のことを自己完結できるような人が増えていけばですね、うん、それだけやはりそのどん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 まあ小さい核の中からその争いをなくしていって大きなものに広げていくということを考えた場合にですね、うん、やはり自己完結っていうものをどんどんやはりこう拡大していくっていうようなやり方が一つ大事なものだと ではないのかと思ってるんですね。それはまあ第一次産業っていうのが一つの私はキーポイントになると思ってます。なるほど。この第一次産業とそのやはり地域活性化なり。あるいはのその資源を自ら。あの生み出していくっていうか。まあ、そういうところとは密接な関係があるというふうに考えていらっしゃるわけですね。考えてますね。それがやはりそのある意味で言えば、その自然と共有することも。うん、そこに。 まあやっぱり、あのー、あると思うんですけども、うん、基本的にはですねもう人間っていうのはその地球としっかりと一体になってれば、うん、食べるに困らないようになってるはずなんですよね。うん、それをいびつなふうにどん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 変えてきてしまったっていうのが今の形だと思うんですね。だからこのコロナもそうですけどやはりそういうものを今一度考え直さないとですねやはりその人類っていうのは。 もうこの地球上から淘汰されてしまうんではないかっていうふうな危惧を抱いてますなるほどあのこれね今少し問題意識もお話ししていただいたんですけどそもそもそういうねあのこの夢を描くっていうか、うん、ここへね行くイメージなんだっていうそれがあのできたこうはいんかこうきっかけとかそのなんか発見っていうものが何かあったんでしょうか まああのー、やはり親の影響っていうのは大きかったと思うんですけどもまああのまあ私の父は脚本家って、まあ、時代劇の脚本なんかやるちょっと特殊な仕事をしたりしてまして<ー>、まあ、考え方もちょっと普通の人とは違ってですね何 <laughs> て言うかこのどちらかというとやはりその何て言うんですかねあのー、まあ あの人のことを常に見て何かするんではないと常に自分は,ど自分は一体何でここにいるんだ何をするんだということを常に考えろと人と同じことをやろうとするなっていうようなことをまあ教えられたっていうようなことがまちっちゃい頃からありました。ももうう一つのののの母母親親影響っていうのがまたこれも大きくて母親はあの実は実の今のあの これはちょっと私の本にも戸書きで書いたんですけども、北朝鮮のですね、あの平壌ですね、そこはまだ日本だったんですけども、まあ、そこで生まれ育ったっていうことがありましてで、私の母のだから出生地っていうのはですね、朝鮮府ってなってですね、日本国朝鮮府の,その平城っていう、まあ、今でいう平壌なんですけども、まあ、そういうようなところに。 生まれてでまあ、その頃の子供の頃の話をよく実は聞いたことがありまして、まあ、あの実はもう今そういう悪いイメージが非常に多いんですけどその頃は向こうにいた時はですね、まあ、現地の,その、まあ、いわゆるその朝鮮の人たちとかも結構楽しく仲良くやって朝鮮漬けをた、うん、いろんな作り方を教えてもらったりとかですねこっちもいろんなこの鶏の卵を持ってったりして。 まあある意味ちょっとしたその共生社会がそこにあったっていうどちらかというとそのポジティブなですねこの思い出を聞かせてもらってたことがあるんですねまあそんなことを考えた時にまあ確かにそれはあのその時のやり方とか何とかっていういろんな問題はあったのかもしれないんですけどもやはりそのもともとそういうふうな共生社会っていうのはですねやっぱり私はあの広い面でおいて 実現してていいいけるるんんじゃないかううふうには思ってるんですねやっぱりそこがその戦争というものがなければですねやはりそ,、あのー、そこがまた血で血を洗うようなことがないようなことにですねでき,できるような形で強制していく、まあ、そこがやっぱり大事なんじゃないかと思うんですね。 なるほどね、いかにその国境の,やっぱりその壁っていうものを今後低くしていくことが大事だし。 やはりその特に日本はですねやっぱりアメリカとは仲いいけどもっともっと西の方ですねこれから朝鮮半島、中,中国大陸そしてまあ,、うん、あーユーラシア大陸全体からですねヨーロッパにつながるぐらいまでのところをですね、うん、広い範囲でやはりその共生、みんなとですねそこをつなげ合って、うん、こう経済を発展させるっていうことが大事なんじゃないかと思ってますなるほどね。 いや今のお話をお伺いしてますとお父さんはまさに何か自立精神というか自らのね、うん、足でしっかり立ってあね歩,歩って行きなさいよっておっしゃってるようにも聞こえるしお母さんはこれはみんなと仲良くして共生、うん、して生きていくんだってね、うん、いうねお話にも聞こえるからこのなんか自立と共生っていうね あ両方これ鈴木さんは受け継いでいらっしゃるんだなっていうふうに見えるんですけどどうなんでしょうか、はい、そうですねそこは受け継いでいると思いますまあそれはあの持って生まれたもん子供の頃にそういうふうに聞いたものというものもあるし、うん、やはりそのもう一つまあ発見出会いとか発見とかっていうようなものとしてはですね私があの,その自衛隊にいた時にまあ大きな災害に3回あの携わっていましてそれはあの あの北海道の釧路島っていう離島において、まあ、そこであの津波北海道南西沖地震っていうので津波が来て、まあ、そこで1回目の災害派遣で次にはあの阪神・淡路大震災そして東日本大震災とですねこの3つの,3つの大きな大震災にあのちょっと携わった仕事で携わったというような経験がありまして、まあ、その時にですね、まあ、全て 人,人間っていうのは全て失ってしまった時にですねもう本当に裸一家になった時に、うん、そこで初めて何か気が付くんじゃないかっていうものを思ったんですねやはりものすごく大きいものを失われるとそこから実はものすごい大きくなものが生まれてくるっていうような可能性っていうものを私やっぱり経験したっていうようなことがですね、はい、やはりあの本当にその今まであるものをこう守りようとして 非常にあがいていることがどうもそのやっぱり人間が自分で自分の首を絞めているような気がしてもう一度ですねあのやはり人間というのはその本来のあり方に戻っていくということをやはり考えなきゃいけないんじゃないかなそれはもう破壊してそういうふうになるまでにですねやっぱりそういうふうなあところにやっぱり原点に立ち返っていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思って感じていました。なるほどこの3つの,、ね、その災害が あってそこに、ね、その派遣されて、まあ、派遣する、ね、立場で行ってとかそれでその3回もその、ねうん、現場の被災した場所に行かれてそこであのショック、ね、受けられて感じられたことがあ,るわけです、ね、ありますそれは大いにありますね。 人生変わるぐらいのやはり、あのー、たあの体験だったと思います。まあ実際変わったっていうところもありますけど。うん、これねあのなんかその時のそれショックでね、まあ、今おっしゃってましたおっしゃってましたけど今までのものが破壊されてね、うん、それでまあ新しいものが生まれてくるとでそれだから何をこのなんかやっぱり本質をね そこから、うん、なんか垣間見たんじゃないかと思うけども、はい、それ、何をご,こうご覧になったんですか、あのー、戦争と違ってですね、うん、この大震災っていうのは相手が自然なんですね。ということはですね、あのー、これが本当に面白いんですけど、自然を恨むことはできないんですよ。うん、戦争だったら相手を恨むので仕返すこともできますけど、うん、自然に仕返しはできないんですね。 もう自然という圧倒的な力の前にはですねもう人間のいかに無力かということしかもない。だから津波に遭った人たちが海を恨むかというと海を愛すすることはやめれないんですね海に恩恵を被っていることもやめれないんです。ということはですねそこで初めて大自然の何たるか人間の存在というものに気が付くということがあると思うんです。 それに気がつかれてると思うんですね、そういう被害に遭った人っていうのは。もうこのしやっぱり大自然というものの大きさを考えたときにですね、うん、まあそれに比べてその人間同士が戦うことのなんと愚かなことかっていうことに気がつくんじゃないかと思うんですね。なるほど。だから私はそういうふうな体験を繰り返しているその日本人っていうものはですね、そういうものを発信していかなきゃいけないと思うんですね。 まあなんか人間同士が戦ってること自体がバカらしいだろうと。そうなんです。こんのこナンセンスなことがないということに早く気がつかなきゃいけないということなんですねうん、うん。なぜ協力して、ね、一致団結して、うん、その、ね、力を発揮しようとしないのかと。そうなんです、うん。いや、それはね、うん、よくわかりますね。なるほど。じゃあ、本当、その、 うん、日本のねなんかその今までのこの災害にあってはね団結してきたんでしょうけど、はいうん、それがそのね経験体験も、うん、鈴木さん自身が、うん、現場でご覧になったわけですね。 そうですだから私、日本人の強さっていうのは、一つそこにあると思ってます。うん、その神というものに対する思いとかもですね、うんうん、その神っていうのは結局、自然に通じるんですね。うんうん、まあ、その矢をよろずの神々っていうふうに、ちょっと一神教とは全く違うですね、その日本の持つ神っていうものは、結局はです突き詰めればやはり自然以外のものではないんですね、自然、宇宙、もうそういう存在をやはり日本人は、 体で感じてると思うんですねそういうやはり体験を通じてやはり我々のその中にこう植わってるもんだと思うんですこれをやはり私は広げていくべきじゃないかと思いますね世界に発信するべきだと思いますなるほどいや鈴木さんのねなんかね今までの体験経験があるいはあの小さい頃からのね本当にお父さんお母さんからも受け継いでるものも 全てね使って今本当ね活動してらっしゃるんだなってそういうふうに思いました。いや今日本当にあのね鈴木さんからねインタビューしてさせていただいてなんかこのね日本の、うん、この今までの、ね、歴史そしてねこれから日本がな,しなすべきことそれがなんかね垣間見れたような。 あの気がいたしますね。ありがとうございます。今日本当にありがとうございました。いやなんかちょっとあのいろいろこあの話が飛びましたけど、<laughs> まああの今日はありがとうございます。こちらこそ。ぜひあのこれからもねあのうんあの鈴木さんの活動を私もあのあすごく共感いたしますし、うん、うん、日本をねうんその目覚めさせて。 そしてね、まあ世界の本当にね、救済をする日本、うん、それにね、え、なっていけばいいなと本当に自分もあの改めて思いました。あのぜひあのこれからもご一緒にあの <laughs> はいさせていただければ本当嬉しいございます。よろしくお願いします。今日は本当ありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございました。失礼いたします。失礼します。